スノーマン岩本照主演、恋する警護24時、ポスタービジュアル解禁&ティザー PR 映像を初公開。スノーマンの岩本照が連続ドラマ初主演となる、恋する警護24時、2024年1月13日、土曜日、スタート、毎週土曜日夜11時、テレビ朝日系のポスタービジュアル解禁され、ティザー PR 映像が初公開されることが分かった。武骨なボディーガード岩本照、北沢辰之助、が白石麻衣、岸村里奈を24時間警護。本作は、電車男、2005年、フジテレビ系、恋は続くよどこまでも、2020年、TBS 系、などのラブコメ作品、さらにネットフリックス、御手洗家、炎上する、2023年、などミステリアスな作品も生み出す金子ありさ氏が脚本を手掛けるオリジナルドラマ。過去の事件を追う武骨なボディーガードが、命を狙われている負けず嫌いな弁護士を24時間警護することになり、相性最悪の二人が反目しながらも一つ屋根の下で暮らすことに。事件の謎を追う考察あり、アクションあり、そしてラブありの、キュンキュン&ハラハラ超新感覚、考察系アクションラブコメディー、物語。